こんにちは、島田岡です。はい、今日はこの月夜のガラス工房さんの牡蠣で生きていきます。テーマ、秘密結社風船糖綿大好き糖血統記念作品っていうことにしておきます。よいしょね。今風船糖綿すごいシーズン、日本各地でみんな風船糖綿いけてくれる、すんごい嬉しい。それね、インスタで見つけたらね、あなた入刀なさいませんかって私今勧誘しております。これいいね、この曲線、この感じ。これはちょっと重いね、重いから下側の方でこうね、ちょっとこう絡ましてね。これは長くてほらタルーンとしてるから、ちょっと先端の方行こうか。うん、こうしちゃおう、絡ましちゃおう、こうやって入れてね。面白い風船とあとのね、魅力が出るようにしていきたいと思います。ね、風船糖綿ってね、ほんといろんなことができちゃうからいいですよね、この飾り。マッスもできれば線も出るし、ちょっとうまくいかないな。こう床面とのね関係性を意識して生けていってますよ。よいしょ、よし、どうかな。ニューンとした流れ作りました。さあ、そしてここに合わせていくのがカラー。綺麗でしょこのカラーね。あ、折れちゃった。折れてないように、折れてるのわからないような感じでちょっと後ろに回して、すごいショック、ね、でも細いカラーだからこう往々にしてこういうことありますよね。ここ挟んじゃう、はいね、はい、折れないようにそーっと長くて綺麗です、このカラー。これを下ろしてたんだ。よいしょ。シュー。はい。折れてないね。折れてないね。ちょっとこの辺。シュー。はい、こんなところでね、ギリッギリの感じいいでしょね。さあ、そしてじゃあここよね、ここ前から見て綺麗に入ってるかな、いまいち綺麗じゃないような気がする。そういう時にはボーンとこういうものを入れちゃおうかね。どうでしょう、一応これで完成です。あとでこの辺の風船糖綿のバランスだけ見ていきたいと思います。はーい、アジサイもパッと決まったし、まカラーもいい感じに横に流したし、風船糖綿の曲線もこうゆるいのがうまく出て、よし、これでいいかなって思ったんだけど、作品離れて見てる、なんかちょっとね、まあいいんだけど、なんかちょっと足りないぞって思って、ふっと足元見たらほら鶴梅もどきがあったのよ。で入れちゃったわ。
鶴絵もどきの曲線でちょっとこうなんていうのかな、絵の中にこう面相筆でピピピピピってこう線をシュッって描いた感じ、そういう感じに、最後仕上げてしまいました。どうでしょう、つるみもどき入ってる方がなんかこう作品的にも大きくなったし、動きもこうククッと出たでしょね。線のほら黒い細い線がこうなんていうの絡んでくみたいな感じで、っていうのは完璧に言い訳ですね。はい、当初の予定とは全く違う作品になりましたっていうだけのこと。はーい、いやーこういうのってやっぱり多々あることよ。頭の中ではねきちんとこれでいこうって思ってても完成して足りない、いやって思ってね変更しちゃうことって、私の中ではすっごくいっぱいあります。今日もそういう感じで作品作ってしまいました。しかもこの作品秘密結社風船と綿大好きと決闘記念作品だったんだけど、まあいいですよね、こんなもんですよ。作品は生き物変わってくんです。完全に言い訳です。まあでも風船と綿、大きくゆったり長くいけれて楽しかったです。でもねカラーをねポキョッポキョッと落ちちゃったのだけは情けなかったけど、まあいいですよね。はい、こういうところです。皆さんよろしかったら YouTube 登録およびコメントよろしくお願いします。